イギリスのマーガレット・サッチャー元首相が4月8日、脳卒中で死去しました。世界各国の首脳や要人、メディアが次々と哀悼の意を表しています。鉄の女と呼ばれ、数々の功績を残したサッチャー夫人ですが、中国人の間では評価が分かれています。サッチャー夫人に対する中国人の印象は、主に香港返還の問題から来ています。中国本土と香港とでは、全く評価が分かれています。憲政学者の陳英病さんは、サッチャー夫人の一生のうち最大の過ちは香港の主権を中国に渡したことだと述べます。实际上违反了中英南京条约，或者是违反了这一个二战之后的国际法。按照这个中英南京条约，他应该把这香港移交给台湾才对。他因为是属于中华民国的，并不是属于这个中华人民共和国的，所以我觉得撒切尔夫人不应该跟邓小平谈判，以至于自己在邓小平面前受辱而摔了一跤。所以撒切尔夫人对不起香港人民，也对不起中华民国。ネットユーザー張さんはこのようにコメントしています。サッチャー夫人の死去に対し、ネット上では意見が分かれている。彼女は権力になびくカメレオンではなく、至るところで関心を買う日和見主義者でもない。しかしその意志力と国家に対する忠誠心は、どこの国でも尊敬されるものである。新唐人テレビがお伝えしました。中国当局信息部公布的，有人说他是专制政府的，正处于危险时期。